金子栄子は日本の元フィギュアスケート選手。パートナーは竹内己のれ1957年から1964年まで全日本選手権8連覇。1962年世界フィギュアスケート選手権。日本代表、東京生まれ。日本単育大学卒。スケートを始める前は5歳からタップダンスを小木野幸久から学び。 東方のショーに出演していた。小学2年からスケートを始め、10歳から稲田悦子に支持する。1957年、全日本ジュニア選手権女子シングルで優勝。同年、竹内己野礼夫とカップルを組み全日本選手権に出場し優勝。アイスダンスの初代全日本チャンピオンとなる。その後、1964年まで全日本選手権で8連覇を達成する。 シングル選手としても、1961年国体の一般女子2位など活躍した。1962年の世界フィギュアスケート選手権には、日本人として初めて同大会のアイスダンスに出場し、17位となった。日本体育大学を卒業後引退して、高楽園アイスパレスでコーチとなる。2001年よりシチズンアイススケートリンクで、 主任コーチインストラクターとなる。日本初のアイスダンスコーチとして、白田のりこらを指導した。表情で滑走しながら踊るというアイスフォークダンスを開発した。スペシャルオリンピックスのフィギュアスケートの日本代表コーチとなった。フィギュアスケートオンコチシーン第6回、金子栄子さん、日本アイスダンスの黎明。 フィギュアスケートデイズボリューム15ダイエックス出版2012年10月12日 P83 朝日グラフ1957年2月3日号 P13 国民体育大会第16回大会 P92 金子コエコプロフィールウェイバックマシンズカイスケートの教室ウェブキャットプラスありがとうございます